宇崎ちゃんに気相変わらず欲しいところを分かっててよかった。宇崎ちゃんのコスプレ良いし、宇崎ちゃんママ良いし、大学生でイチャイチャしているのになぜか付き合っていない謎の距離感設定、これが宇崎ちゃんです。ショートカットパス巨乳パス後輩という属性てんこ盛り設定もやっぱ好き。サブヒロインがいない分話を広げるのが難しそうですが、頑張ってる方だと思います。でもまあ一気見てない人は見なくても良いレベルのアニメだと思います。以上、宇崎ちゃんは遊びたいのお話でした。